メリークリスマス、土方隼人です。今日はクリスマスということで、スタジオ全体がクリスマス気分になりました。トトロサンタとアンパンマンサンタ、バイキンマンサンタが見守る中、クリスマスビリヤードチャレンジやっていきます。僕がこれからこのビリヤードテーブルにイルミネーションの魔法をかけて、クリスマス割りチャレンジを行っていきたいと思います。クリスマス割りビリヤードチャレンジ成功なるのか。それでは早速クリスマス割りビリヤードチャレンジスタートします。すごくないですか、このイルミネーションの魔法。台全体がイルミネーションとなり、結構急に暗くなったんですが、この状態でクリスマス割りチャレンジをやっていきます。では一発で、さあ、めちゃくちゃ暗いんですが、ボールはきれいに光っております。でもちょっと分かりづらいと思うんで、これが1番、1番分かりやすいかな。2番暗い、2番がこれ、3番がこれです。そして4番が入って、5番がこれですね。それで6番がここです。そして7番がここで、8番が入って、最後9番。この状態でマス割りできるのか。早速1から2、もう顔が見えてるかも怪しいと思うんですが、いきます。もうほぼ何も見えてないんで、光るレールを信じて感覚だけでやっていきます。穴のサイズもちょっと分かりづらいんでね、イルミネーションレールで確認をして、2番入れて3番、さあ3番入れて、この5番です。あるよ、この3番が難しいな。ちょっとポケットが見えない。もう感覚を大事に。よし、ここまで来れば大チャンスだよ。チョークもね、光ってるんですよ、これ。5番入れて6番に。もう本来なら絶対大丈夫なんですが、すごく、あれ、危ないってこと、今こんなやろなんだろう。さあ残り3球、6、7、9、いいよ、7番全然見えないけど、光るレールが道を照らしてくれている。よし、最後ゲームボール、いいクリスマスになりますように。イエーイ、メリークリスマス割り成功しました。皆さんも良いクリスマスを過ごせますように。
ビリヤードイルミネーションも楽しんでお過ごしください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。よし、2連発に挑戦しよう。それでは2連発目めちゃくちゃ遠いよ。そう、メリークリスマス2連覇したい。うわー、これがね、次の2番です。近い、2番です。これが1番、もうとりあえず1番、2番だけ考えて、まずこれを入れられるか感じろ。いけるぞ。よし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 、よし、遠いけど2番ね。これ3番です。もう1個ずついこう。いやー、これまっすぐか。2番が全然見えない。引いて3番に出せるか。頑張ろう。遠いよこれ。遠いけど見えないよ。手玉とね、タップの距離も見えないんですよね。え、こんなけど邪魔されてるようで、邪魔されてないようで、視界にイルミネーションが入ってくる。さあ、これね、これ3番です。これが3番、4番、頑張れ。イルミネーションの中からキーを出して3番を入れるよ。よし、2連チャンあるよ。次ね、5番がこれです。これに向けてちょっと引いて、ちょっと弱いな。ちょっと弱いけど、次はこれが6番です。さあ、まずこの5番が見やすいからね。いいんじゃない。よし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 、捨てはいいか。本気か。本気だよ。これ6入れた後にこの8番、そして最後その9番です。引いて、これを、いいね。2連マスですよ。クリスマスは2連マスですよ。お、あれあれ。さあ、クリスマスは2連マス。クリスマス割り、2連マス割り、3回目、3連マス割り。では3連マスいきます。
めちゃくちゃレールに乗るなよ。なに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 、ラックがちゃんと組めてなかったのです。この超合金店にめちゃくちゃある。とりあえず一番はあそこに光り輝いてこの黄色の玉なんですが、2番がこれで、3番がこれで、4番もうあとはもういろいろ89。さあどうなんだこれは。1入れた後、まあ1に上げそうだけど、まあとりあえず3までいこう。入れて4番に当たれ。そっちは違うわ。先に6に当たっちゃった。3番を入れて魔法を動かそう。まず入れよう。さあ、7点マス目。同僚一郎、魔法を。何か、4番最後。4番最後。出ましたね。最後までありがとうございました。